1993年の開幕から今日で30年となる J リーグは都内で記念イベントを開き30年を通じての MVP 最優秀選手に遠藤康人選手を選出しましたファン投票をもとに30年の歴史の中から MVP に選ばれた遠藤選手は リモートトトでイベベンににに参加しましまたたス選選ばれれ中村俊介さんは遠藤選手の MVP ついて一言求められると J リーグ30年のベストイレブンには中村さんのほかにポルトガルで現役を続ける三浦和義選手や アアジア最高のリベロと称された伊原雅美さんなど日本を代表する選手たちが名を連ねました。